8月8日メンテ明け、期間限定担当、頭と肘と肩と臀部とテンプルと左手の小指の第二関節が痛い、新刀剣男子の保留影光が登場と。大丈夫かな、浮かない、この絵柄浮かない、大丈夫かな。まあいろんな絵の人いるから大丈夫かなと。担当か、お得な資源セット課金で買えるよ。でもな、俺今年の新水着イベントの方で多分課金すると思うから、こっちにあんまりね回せないと思うんだ。一応ね、去年の復刻のやつの方でもさ、まあ目当てのねサモさんとか、あとは水着丸太とかも出たから、ある程度はゲットしたんだけども、いつもね結局まあ入れちゃったから、ちょっとねこっちの方ね水着じゃないじゃないですか。残念ながら刀剣男子水着じゃないので、ちょっと今回はできないかなっていう。まあここら辺もね非常に魅力的ですけども、ちょっとこの前の巴なんちゃらのせいでだいぶやられてるんで、まあ正確には岩闘士のせいでだいぶやられてるんで、闘争作成キャンペーン、特上の闘争5つ以上が確定、これは10連の時にってことかな。格好は常に整えておくべきだよ。ほろっほー、いつ誰が見てるかわからないからね。あ、それ格好じゃねえや。で、そうだ、どれを見ようかな。手合わせで、国広2人の特殊ボイスが追加されたと。で、堀川くんは別に極めじゃなくてもいいっぽい。で、俺がたまたまなんとなく行かせて見つけたというか、まあ別に隠し内番でもなんでもないけども、この2人で畑に行かせると、ショートコント、もしや元なぎなたをカマか何かと勘違いしているんじゃっていう2人のコントが、コントではないな掛け合いがありますと。ちなみに帰ってきた時は、それでも俺たち畑当番大好きみたいな感じのことを言います。まあ、見た目はね変わらないけども、こういう特殊なボイスがあると嬉しいよねと。さて、新人くんが来たね。新人くん来ますかね。で、一応立ちレシピでもいいけども、まあ最低55で、で報告が多いのが、900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 、
何入れてみようかな。じゃあ竹あたり入れてみますか。それでは、担当時間は3時間20分ですので、この場所で別の太刀が出て、お来たかなと思って開けたらお前かーっていうがっくりももちろんあるでしょう。まあそういうね、苦難も乗り越え、艱難辛苦いろいろありますけども、乗り越えて見事ゲットしたい古流なんだっけ、影光。3時間20分、あーちょっと惜しいな、こことこと変えてほしかったね。おっと上限でしたね。これマックスやってこうがいいだろうね。違うね。ごめん、右上見てトゥン。あ、ちょっと右下向いちゃったかな。3時間か。山伏、あ、活撃の俺はいい、よく出てくる人。この多分ね、スマホ版の方がやりやすいんだろうな、このちょっとした動き。うん、よいしょよいしょ、待つ、行ってみましょうか。あー間違えた。右上向くと思ったのに押してしまった。3時間20分。3時間、新人くんが来たね。かっかっかない、おお、確かに近いところあるんだけどね。あの古流影光って、あのクリカラ竜が掘ってあるんだっけ。ちょっと近くはなってきたね。このちまちまとした動きがやりづれんだよ俺のマウス。
親指のとこにあのまん丸があるやつ。あの手首が疲れないとかよく歌われてるけど、別のとこは疲れるマウスでね、細かい作業にとても向いていないんだ、こういうトラックボールのやつは。まあそれでも数年使ってるからこっちで慣れてしまったんだかな。あの細かい動きができないことに慣れている。そして3時間20分ですね。それでは書きましょう。これだけじゃ足りないと。3時間20分、他のね刀もいますので、これだけじゃわからない。うん、何書きますか。そう、もちろん保留影光。保留影光、ちょっと今回ね、いきなり出てきたらさ、ちょっと脳内にね保留影光のビジュアルがないわけですよ。あ、でもね、寸塚駅で東口に降りる方のとこにあるトーラブの広告、あれはチラ見してきたんで、まあ、それを加味してもちょっと今回は横に保留影光を置きつつ、別ウィンドウで出しつつ、これを見ながら書きたいと思います。まず輪郭がだいぶシャキンとなってますね。うん、で、あ、これ大事だな。ここら辺髪の毛結んでる紐があって、これポニテではないのかな。ポニテだったら男子のね、なんだっけ、列上刺激する動向って今問題になってるから。で、髪の毛が、うん、近い色だと、パレットにある近い色だとこれかな。お、いいね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 、ナイスクリーム、いいねいいね。よし、じゃあペンに戻して、で、体なんですけども、なんかね、肩があって、手がね、なんかこういう感じにこの右上に上げてる感じなんですよ。ちょっとなんだろうカマンって感じで。で、太くなんないな。なんかもっと太いブラシなかったっけ。これはスカーフかな、マントのあれかな、まあ、ここら辺になんか水色があるんですよ。水色の多分バナナですね。バナナは夜食。うん、あ、紫のネクタイしてますね。ここら辺ね、ちょっと取り込み範囲入ってるかどうかわかんないですけども、この顎の先っぽがもしかしたら入ってないかな。この辺に布がありますね。うんうん、いいねいいね。あ、肩はこれかっこいいな。これちゃんと書いてあげないとだね。雰囲気的には半分緑で半分黄緑。いいねいいね。いやー、こりゃね、このエレガンスさ、そりゃ天皇に献上されるわ。で、まあ服があったと仮定して、目が、これは何だろう、紫的な眼球があり、で、シュッとした鼻がありますね。まあ、口は一応あるでしょ。あ、で、ここら辺になんかね、知恵の輪が刺さってる。なんだろう、ルーン文字かな。まあ、うん、合ってる合ってる。はい、こういう掛け3つ。おさふね同士でお出迎え。だから言ったじゃないですか。だから言ったじゃないですか。オール55とかでも報告は出てるけども、まあ、900回しで出してる人が多いらしいので、それにあやかって俺もオール900で行ってみようと。あー、1時間半。新人君が来たね。来てません。ちょっと気分転換しようか。なんかね、新しい、お前全然来なかったけど今まで何してたんだボイスっていうのがあるんですよ。俺の名これですね、サニワ長期留守後お迎えってやつか。これは素元気で聞くことができると。誰の聞こうかな。これ極めでボイス変わったりするかな。パッと目についたんで、小はつけ、小ガラス丸で。すげえ、俺こんなに持ってる素元気聞いてみようっと。
何しておったのじゃとかそんな感じかな。おお、主よ、戻ってきたか。主がおらぬと子らが騒いでたまらぬわ。おかしいおかしいって、おかしどこって、ね、山伏とか大きい子たちがね、担当たちじゃないよ、ちゃんと大きい子たちもね、おかしどこって鶴とかも言ってるし、誰がいいかな。ちょっとフフフで聞いてみよう。帰ってきましたか。試作の時間は終わりですね。あ、何か考え事があってしばらく来なかったって思うところがあってしばらく来なかったっていう設定なんだね。放置していただけなのに。どれくらい放置すれば聞けるんだ。毎日入ってるから分かんないね。俺の名前は、おう、カナヒーラー、帰ってきたか。俺を放っておくなんてどうかしているのではないか。しばらくサニワのことを放っておいたのはどこのドイツだい。来る来ると思わせといてなかなか来なかったやつはどこのドイツだい。ある意味だいぶお預けを食らっていたのは俺たちの方だぞ。誰がいいかな。まあ私はイチゴ。一二を聞いてみよう。なんかお帰りなさいみたいな、心配しましたよみたいな感じかな。留守中は私が頑張りましたよとか、どっちかかな。帰ってきましたな。ご用事があったのでしょうか。弟たちが寂しがっていましたよ。ごめんごめん、ちゃんとあれお土産買ってきた、あのカプリコのヘッドだけのやつ、これあげればあれかな、許してくれるかな。もう一人ぐらい聞いてみようかな。なんか面白いこと言ってくれそうなやつ。元気系あんま聞いてないな、そういえば。と言いつつ私は全然元気系じゃないけど、今後も何かで使うかもしれんから全部は使わんとこ。お戻りになりましたか。なりましたよ。外の世界で何か得るものはありましたか。カップ麺とカール買ってきたよ。あとはどうしようかな、誰がいいかな。君に決めた。仙台まで行っ、戻ってきたな。そろそろじゃねえかと思ってたんだ。ほう、わかるわかる。俺の派手さが恋しくなってきたんだろう。はは、抜かせ。ちょっとイメージとは違ったな。もっとなんかドーンと出迎えてくれるかと思ったら、お、わかってたよみたいな。ある意味通じ合ってていいけども、まあ、ちょっといい意味で意外だったな。よーし、また始まるぞ。よし、900、あと何だっけ、書いて叫んで唱えて、なんかそろそろ新しいのが欲しいですね。脱げば出る、あてもなくただ回すよりもいっそぶち込んだ方がいいんじゃないかということで、ぶち込みますよ。いきますよ。いきませんよ。よしよし、よーしよしよしよし、よーしよ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 し、よーしよしよしよし、よーし、いい子だいい子だ、いい玉鋼だいい玉鋼だ、よーしよ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 し、よし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 、ウグイスのウグイスっぽさは全部取り払って、よし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 よ。
まだなんか、いや、どうせ出ないだろうみたいな気持ちが傾いている。ダメだ、気持ちで負けちゃダメだ。頑張れ頑張れんだ。ほらほら、交流影光、俺の書いた交流影光かこれを触媒にして、これをこねて、これとうどん生地を混ぜ合わせてこねて、あの聖杯となんやかんやすれば出来上がる。新人くんが来たね。新人くん、俺は古竜影光、主を探しさすらう流浪の旅人。ここにいるよ、ここにいるよ。君が今度の主かな。はい、私です。は、私が今度の主です。どうも主です。ね、簡単でしょ。ちょっとみっちゃん邪魔、どいて。どこだ。ふう、はい、そう、これをしなきゃ、うん、完成じゃないですよ。立ち、隊長ね。隊長だよ。わかったわかった。いいねいいね、ラムザおや、ディシディアのラムザ。放っておいていいのかい。あとは、なんだろう、誰って言ってあげるのが分かりやすいのかな。ビルドファイターズの、お金持ちに婿入りした人名前が出てこない。武者ガンダムみたいな使ってたあの子の人名前だっけ、ニルス・ニールセン、確かそんな名前だ。よしよし、ニルス触っていい。俺は人を選ぶからさ、清廉潔白でないとダメなんだよね。あ、つまり俺みたいに清廉潔白だったら、触ってもいいってことかな。人を選んで触らせるか否かってことですね。じゃあ腰のウエストのあたり。俺には異名も多くてね。へえ。南光影光とか、のぞき竜影光とかね。へえ、かっこいい。君の好きに呼べばいいさ。おい、のぞき魔。俺には異名、俺は人を選ぶから、俺は男には謎が多いものさ。うんちょっとボイスをより上げよう。なんかもうちょっと聞こえよくしたね。俺には異名も多くてね、うん、で、内番はね、南光影光とか、早速今行かしちゃったからな、ね、ちょっと帰ってきてくれませんか。君の好きに呼べばいいさ。なんか帰ってくる新しい鳩とかないですか。タカでもトンビでもいいから。じゃあとりあえず恒例の、なんか特殊なあれはあるかな。戦ね。戦ですよ。まあいいが。階層でまだ、あ、そういや結構出してないのあったな。戦ね。ちょっと調べてみたけど、まあ、いい、今のところは階層はないっぽいね。なんかおさふね同士でありそうなもんだけどね。状況を知らせてくれ。俺が覚えてるのはゲリラ戦でね。かっこいい横顔。あれかい、元の持ち主がそういうゲリラ戦とかそういうのが得意な主かい。その首置いていってもらおうかな。さあそこだ。そこか。やるね。やるね彼。切り捨てようか。誘い込みすぎたかな。痛みもなく切り捨ててあげるよ。早い。そしてなんだ、刃？その首もらった。なんか結構正統派な武人って感じのするボイスだね、戦闘ボイスは。なんか最近変なやつばっかりだからさあ、特になるまでは2倍してると。このマーク初めて見た。やれやれ、ずいぶん手荒く扱ってくれたね。このスクールバッグかわいい違うだろうけど。お手入れ。これはやや長めにかかりそうだ。悪いね。いや、いいよ、短かったから。うん、来てくれたからいいよ溶ける前にね、来てくれてよかったよ。まあ多少ね、お札を買ったりはしたけども。到着。どのあたり？
おさふねだからやっぱりみっちゃんの隣か。俺は古竜影光、備前おさふね派の太刀で竜の彫り物がチャームポイントさ。元はもっと大きな彫り物だったんだが、すり上げの際にコンパクトになってしまってね。へえ。でもこれはこれでキュートだろ。おお、なんだろう、主人公ではないけど主人公の相棒的、裏切らない相棒的なテイルズでいうとこのそういうポジションにいそうだね。うん、すごい堅物キャラってわけじゃないけども、でも主人公もいけそうかな。でも主人公にしてはちょっと、なんだろう、大人びすぎてる顔かな。ね、少しね、なんか女の子くどいてそうな。チャラ男まではいかないけどもね、そういうちょっと軽やかさがあるってなると、メインの主人公でなく、やっぱその周りのキャラなのかなっていう。いいね、いいっすね。おっきい。上の服が、これはまあ普通のスーツ的なあれだよね。塩ビとかじゃなくて。で、まあ、肩アーマーでしょ。難しい部、あ、マント、マントか。マントは単純にめんどくさいんだよな。めんどくさいっていうか、布量があるし、で、ただ単に布をさ、かぶっただけだと、ベローンってなって。あれじゃかっこ悪い、このパサーをね、おや、うまく表現しないといけない。放っておいていいのかい。それ言ったらマントキャラいっぱいいるけども、ね、誰かに引っ張ってもらって、バッて離して、その瞬間に取るとかしないとね。たかが布、されど布。俺は古竜影光、備前おさふね派の太刀で竜の彫り物がチャームポイントさ。元はもっと大きな彫り物だったんだが、すり上げの際にコンパクトになってしまってね。でもこれはこれでキュートだろ。まあ、この辺りで結んでるだけかな。多少なんか菩薩っぽく見えるから結構ごまかせそうな。でここら辺は多分あれかな、ヘアピンかな、両側ついてる。ぬじゃなかった小さいつではなかった。なるほど。なんかこれはどうくっついてんのみたいなもんがなさそう。マントはどっち側かで、多分こっちかな、ここら辺でパチンって止める感じのかな。裏地がこう見えてるから、これはただねじってこの右側こっちに持ってきてパチンかな。あ、でもここ周り全部あるかな。で紫ネクタイのこのさ、この裏側のここら辺にさ、ちっちゃいこんのすけ書いてあったりさそういうアニメゲーム系のグッズであるよね。ちょこんとそこにキャラがいるやつとか。まあネックとしてはこのすらりとした体ですかね。これが難しいですねちょっと衣装どこよりも、まあこのこの肉体が難関ですかね。俺は古竜影光、多分ね、顎は備前おさ、顎簡単、なんかね、修正するアプリやなんやらで、これぐらいに、ね、すごくとんがってる人いっぱいいるから、あれを真似すれば多分こういうね少女漫画風のとんがった顎は写真では作れると思います。あー、でも俺ピアスねえんだよな。ピアスなつけてないからな。なんかそういうのあるかな、そういうフェイク的なやつでのり付けとかねなんとかなるやつ。まあそんな感じで今日はね早めに出てくれたんで、割と語らうことができたぜ。まだ喋るスタミナも残ってるしな。さて運営ツイッター、なんか不具合、素元気のプレゼント
ほうほう。22日までにログインした全てのお客様へ送迎機を。なんかちょいちょい不具合もあったんだろうけど、まあこれはすぐ直るでしょ。あ、これがあの寸塾駅のやつ。あのさ、さすがにさ、最近というか、もう2年以上やって、刀剣男子が増えてきたからさ、すごいうじゃうじゃなってるよね。で、サプライズで、いきなり、古流影光の発表がと。サプライズとはいえば、新しい水着イベントも、アポクリファ中のコマーシャルでいきなり放映されたからね、タイムラインがすげえびっくりしてた、みんな。活劇の6話にデンタ登場、舞台刀剣ラブ舞台の方にソヤの剣が出演するのを記念してと、書き下ろしイラスト、後で拡大して見るよろし。座らせたい、うわーいいなこれ。2なのか1もあったのか、見逃していた。あ、これはツイッターで見た国広のやつ。あ、そういえば古流影光って東博なんでしょ、保存してあるのが。出てる外、それとも閉まってあるのかな。東博は何度か行ってるけど、俺東ラブに出てきたやつしか分かんないからさ、他の刀は一応見て、あ、こういう刀もあるんだ、かっこいいなとか見るけども、ちょっと覚えてないんで、もしかしたらどっから見てる。でもずっとそういう外に出さずに保管してあってっていう感じのだったら見てないはず。でもまあ東博だったら、うん、出してくれればいけるからいいね。さてな感じで今回はこれぐらいにしておきましょう。あ、毛利は出ませんでした。おしまい。